YouTube どうやって伸ばしたらいいかわからないというところで適当に眺めてると、なぜか洗車動画が35万再生とかいってて、こうね、構図としてはこの構図なんです。この構図にバイクが泡まみれになってるっていうサムネイル。35万再生ということは、まあ少なく見積もっても1100円の洗車代ぐらいは元取れるでしょうというところなので、俺のバイクを綺麗にしつつ、それをお金に変えて洗車代の元を取っていきたいというところからやっていきたいと思います。お、すげえ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 。はい、今現在はですね、カーウォッシュ品川大井町みたいなところに来ておりまして、大繁盛しておりますね。さあ、そして俺もね、1年ぶりとなるんやけど ZZR1400 を洗っていきたいと思います。というのもね、日本一周でこいつを使わせていただきましたが、それから一切洗っておりません。一回たりとも洗っておりません。すごいよね。一応ね、チェーンのメンテナンスと、あとエンジンオイルの交換っていうのはやってるんやけど、まあ、駆動系だけやね。あとタイヤの空気入れとかも定期的にやっておりますが、ただね、見てほしいのがこのボディやね。ボディがね、まあ、この辺は前のオーナーがつけた傷やけど、ここ俺の立ちゴケ傷ですね。あれ違うな。向こう側に倒してんのか俺。あ、これや。これが俺の立ちゴケ傷やから、これやな。あ、ということは向こう側の傷は前のオーナーか。だからこの辺の傷はもうしょうがないとして、俺が購入してからつけた傷はというとですね、この辺いつもバッグを置いてたでしょ。だからこの辺のね、カウルの傷がね、結構細かくいっぱいついてしまっておりますと。ただまあそのあたりはもう気にしなくていいんじゃないでしょうか。カウルなんてそんな高いもんでもないしね、変えたい人は変えればいいと思うよ。この辺もなんかついちゃってるけどね。でマフラーもまあみんな交換するから別に気にしなくていいでしょう。ただ一点ね、悲しいのがね、このタンクなんですよね。タンクの傷はね、やっぱりね、交換の金もかさむからなかなかというところで、傷をつけたくないんやけど、やっぱ使えば使うほどついてくるというか、これは汚れで、これも汚れやな。ただわかるか、この辺なんかキラ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 ってなってるんやけど、これ洗車傷ですね。多分前のオーナーやと思うけど、砂がついてる状態でタンクを磨いてしまうと、砂がね、このボディを、違う違う、ボディを削ってしまうから、だからこういう傷がついてしまう。こういうバイクを洗うときは、くれぐれもね、最初から拭きに行かないと。まずね、砂を落とすっていう工程が重要になるので、人生で初めてのね、カーウォッシュに来てしまいました。いやー、汚いね。大型バイクなんかさ、みんなピッカピカで乗るもんやからさ、ハーレーとかハヤブサとかさ、ピッカピカやんか。こんな汚い ZZR 乗ってたらもう、渋谷区代表して俺が乗ってんのにさ、川崎に怒られるね、これは。綺麗にしていくか。はい、で、俺もバカじゃないです。YouTube の洗車動画を事前に何個か見てきました。そこで得た知識として、ガムテープを用意してもらって、洗車前にね、水が入ってはいけない場所をガムテープでコーティングしていくっていうのが賢い方法らしいんで、まずは、タンクのパッキンついてるから何の問題もないと思うんやけど、一応ここに気持ち程度のガムテープ貼っつけておきますね。鍵やね。いずれにせよメーター周りを水浸しにしてしまうのはリスクが高いと思ってはいるが、マフラーのコーティングもしていきたいと思います。洗車をしていきましょう。これは？あ、これか。よくできてんな。水1分、泡1分。水短くない？ 1分で全部流さなあかんってこと？で、泡ガーってやって、で、泡まみれにした後で、8分間洗うと。そしてまた水が 2.5 分出るから、そこで流し尽くして、で、下地剤1分で、コート剤1分か。で、また水 1.5 分。なんかよくわからんな。下地剤とコート剤ってどういうことなんやろうな。1100円ということですので、洗車カードやって。どこにあるんやろ、洗車カード。現金は小銭のみか。どこでこれを買うんや。くそ、ぽいのがあったぞ。1000円ちゃうな。ここや。一番でかいの言っとくか。しょうがないな。え、そしたら2000のカード出てくんの。どうしよう。まあしゃあないか。一回やってみるか。なんなん、下地材コート材ってわけわからんねんけど。2000円のカードをゲッツ。お釣り返せ。むっちゃ水かかる。これここ置いてて大丈夫か。カード入れます。1100円の一番高いコースでお願いします。えい、洗車バーを車に向けてスタートボタンを押してやろうじゃないか。行くぜ。怖いな。大丈夫か。スタート、来い。お、優しいね。あ、いいね。はい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 。おお、すごい勢いやな。腕持ってかれそう。なるほど、これ1分やからね、ちょっと急いで取り掛からないと。この辺あんまり当てない方がいいよね。外装をメインに、しかも普段洗いにくいところ、この辺とか。あ、いいね、いいね。ピッカピカやね、もう。ホイールもちょっと気になるから。あ、急に泡になんの？やばいやばい。あのサムネイル撮らないと。なんか想像してたよりしょぼいぞ。これ1分やろ、しかも。やばい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 。急げ急げ。え？何これ？うわ。なんで途中から泡と水混ざる？お、すげえ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 。すげえ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 。このタイヤのところもね、ボディと、この辺はもういいか。
別にいいかって気はするけどね。泡まみれやー、ホイールホイール、はい、もういいんじゃない。車用にしても1分は短いやろ。バイクやからまだ何度かなったけどやな。すごいよー。あ、この辺とかね、すげー汚かったから、こっちもこっちもここら辺、この辺すげー汚い。これ靴選ぶな。大丈夫、タンク綺麗にせなあかんから。大丈夫、もう十分じゃない。サムネイルはもういけるよこれすげーぜー。はい、8分間の手洗いです。スポンジはちゃんと持ってきておりますので。邪魔やな、8分しかないのか。急げ、スポンジ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 、8分やぞ。でかくない、スポンジ。もうちょいちっちゃいのなかったのか。はい、じゃあ洗っていきます。どっから行く、上から行くね。綺麗なところから、まずタンクとかね、この比較的綺麗めなところから洗っていきましょう。ずいぶん弾いてしまってるけど大丈夫かこれ。より傷がついてるみたいなパターンになってないかな。1分って短いよな、もっと長いべきやろ。バイクでも1分短いなと思ったのに、車なんか絶対無理やろ。一応ちょっと俺の動画を見た人向けに風評被害だけ出しとこう。せめてもの抵抗や。1分は短すぎるってもうちょっと水で流したかったな。一周して終わっただけやんけ。その割に泡多すぎんねんて。しかも流れ良すぎるから全部流れていってる。一応綺麗にはなってんのか。とりあえずカウル、まあ見た目を左右するカウルをね、裏側とか誰も見えへんからな。別に洗わんでもいいんやけどね。あ、でも一応洗っとくや。マフラーとかどうでもいいな。はい、じゃあ次に、今度、うわ、はい、カウルです。俺のね、体力を守ってくれてる、温存してくれてるカウルさんですね。綺麗にしていきましょう。まあ、ここはそんな汚れてないんやけどね、そもそも。ミラーもね、まあ別に何にもカスタムはしてないんやけどね。かっこいいなぁ、相変わらず。GGR さんは本当にかっこいいなぁ。でも、ハヤブサも最近かっこいいなぁと思ってる。ハヤブサでも良かったかもしれない。GGR さんね、ちょっとね、後ろからの見た目がね、やぼったいのよね。前からの見た目は超絶いかついんやけど、後ろから見ると普通のバイクに見えちゃうからさ、その点、ハヤブサは後ろまで全部極まってるからすごいよね、あのデザイン。次乗り換えるならハヤブサかなって気はしてるけど、まあ、まだしばらく GGR でいいかな。はい、ちょっとね、この辺からね。こうもらっとくというね。はいはいはい、綺麗ですね。とりあえずカウル優先で。でね、俺の靴がね、もうすでにね、靴下が浸食されておりますね、この泡によって、うん、古い靴を履くとね、底が穴開いてるからあかんね。洗車場来るときはね、長靴もしくはバイク用のブーツを履いてこないと。あ、やっべ、ここ錆びてるやん。大丈夫かこれ。さあ、もう飽きてきたぞ。もういいんじゃないか。この辺ハンドル周りとか大丈夫？足周りですね。この辺綺麗なバイクって新品っぽいから、おって思うよな。あ、汚い、やば。あ、やっぱ汚いな、足周りは。このスポンジ捨てなあかんわ。マフラーも汚ねえな。このタイヤもちょっと磨いとくか。この辺。横の全然倒せてないところ、薬剤が落ちてないからね。あ、ホイール、ホイールやっとかな。8分ってどれぐらいなんやろ？そろそろかな。ホイール汚ねえな、本当に。これは汚ねえ。オッケーオッケーオッケー、いい感じいい感じ。で、ここのホイールも綺麗にしておきましょう。ちょんちょんとね、落ちてる泡をもらうっていうのポイントやからね。あ、まあいい感じやな。綺麗綺麗。ちょっと前にしたいかな。下手こいて倒したくもないしな。まあまあ、綺麗になったでしょ。椅子も一応綺麗にしとくか。何分でんの水。2.5 分ね。鬼の勢いで流し切ってやろう。カモーン。スタートか。いけ。かかってこい。あわやぞ。しゃあ。後半戦の水は 2.5 分ですが、まだまだ泡しか出てないな。どうなって。いった。いった。あ、ここは痛くない。いった。いった。手なんか後で洗え。アホか。しゃあ、綺麗になってるね。はいはいはい。あ、まず上からや、上から。上から順序よくやっていきましょう。なんか泡出てない？大丈夫？半分泡みたいな水出てんねんけど、さっきから。はい、綺麗になってますね。この辺も一応。バイクってなんか防水なんかどうかようわからん構造してるから不安よな。これでぶっ潰れたら笑うな。はい、右半面終了です。2.5 分急げよ。残り1分20秒。ちょっとこれ、鬱陶しいんで、床流しといて。跳ねる、跳ねる。もうちょっとさ、時間をよこせよ。そう、こっち側、こっち側。なんなんこの時間との戦いは。カーウォッシュ大井町、ちょっと急がせすぎやぞ。見た目はすごいんやけど、水の量はそんな出てないから流れへんねんな。やばいやばい。早く早く早く。30秒。オッケー、オッケー。大体オッケーやな。地面の水を。綺麗になったと思います。あ、ピッカピカやな。オッケー。泡出てない。また何出してる今。下地帯なんなん。水から何に移り変わったの。何を出してんのか説明しろよ。何出してるの。残り30秒。30秒何出してる。下地帯。何それ。なんかようわからんけど下地を今やってます。ワックスがけのなんか前段階みたいな作業なの。残り20秒。こんな忙しいの洗車って。もっとまったりやるもんじゃなかったのか洗車っていうのは。聞いてないぞ俺は、この忙しさは。で、次何が出てくんの。は、コート剤。コート剤1分。はい、これコート剤。ワックスがけせんでいい。
ってこと？わけわからん。なんなん合ってんのこれ？こんなんでいいの？ワックスだけはしなくていいの？まあそう言うなら、うん、普通の水やと思うけど、まあいいわ、うん、そう言うなら。やばいやばい、これ28秒、カウル部分とタンク部分ね。はい、オッケー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 。で終わり？次まだ水くんの？はは、次まだ水 1.5 分、休ませて、しんどい。はい、もう十分綺麗になったと思いますけど、もういいんじゃない？今何？残り30秒何してんの？水が出るってこと？この辺なんか水弾いてる気がするな、心なしか。気のせいか。お疲れー。なんで最後泡出す？嫌がらせか。なんかできたらしいということで拭いていきましょう。足がびちょびちょだ、最悪だ。とりあえず椅子さえ拭ければあとは帰れるから。ワックスがけする？今から。混雑してるか。大丈夫やな、空いてるな。上行っとくか一応。これでエンジンかからんかったら笑うな。大丈夫やな。じゃあじゃあちょっと拭くためのスペースに移動させていただこうと思います。よちよち歩きじゃ下がれねえよ、地面滑る。オッケー、お疲れっす。はい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 、オッケーオッケー、変わりなく走れるね。で拭くスペースはどこかな？上だな。こい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 。わー、なんでかな、ミヤネンボケー、滑るやろ。なんであえて金網にした？何の音や、ちっか。マジか。最近よな、飛行機東京の上飛ぶようになったの。制空権はアメリカが持ってるって聞いたけど、ほんまなんかなあれ。東京の上空は今まで民間の飛行機は飛べなくて、アメリカの飛行機だけが飛べたっていう、なんかどっちの国やみたいな感じになってたらしいけど、でも日本はアメリカのポチとして成長してきたんで、このまま現状維持でいきたいと思います。さあ、ね、一番重要なのがチェーンです。やっぱり駆動系を維持するっていうのはね、バイクを長持ちさせるためには必須になりますので、用意したのがこちらですね。サラダ油をね、穀物酢の入れ物に入れてきておりますので、今回もこちらでですね、チェーンをツヤ線にしていきたいと思う次第でございます。綺麗やけどね、チェーンは。ずっとメンテナンスしてるからね、チェーンは。こちらはですね、キッチンペーパーですね。こっから垂らすのが一番効率がいいっていうことに気づいた俺は。垂らす、垂れてくる、これを、あー、ニュートラル入ってねえよ。ダメだ！待て！待ってくれ！俺をもて遊びやがるぜ。心なしか香ばしい香りがしてきましたね。ちょっと一回拭いてからにしようか。はい、きっちり拭いて。オッケー。あー、いい感じいい感じ。滑りが良くなってきましたね。種チェーンだわ。はい、ツヤツヤでございます。いいですね。はい、オッケー。ピッカピカやね。おー、素晴らしい。エンジンオイルごとサラダ油をね、拭き取っていきましょう。タイヤについてしまうと、転倒の恐れが出てくるから。でも俺昔ね、チェーンルーブ使ってたんやけどね、チェーンルーブって基本的にちょっと粘度が高すぎて、巻き上げる砂をね、全部付着するんよね。で、そういう意味で、エンジンオイルを使ってたんやけど、ずっと。エンジンオイルはね、粘度がチェーンルーブほど高くないから、巻き上げる砂を持っていかないと、むしろ塗布するたびにね、清掃をしてくれるっていうのが強みになってくるからっていう、あれこれエンジンオイル使う必要なくねっていうことに気づいて、もう油なら何でもいいんちゃうっていうところで、サラダ油をね、現在は使っております。何の問題もなく使えているんじゃないかと思いますので、非常におすすめです。ワックスはもういいわ。はい、綺麗になりました。どうですか皆さん、この迫力のあるボディ。オッケー、恥ずかしいから帰ろう。疲れたわ。ずいぶんピカピカになったね。やっぱり大型バイクはこうでなくちゃね、汚い大型バイクなんて許されないよね。あ、これ蓋すんの忘れた。最悪だ最悪だ。帰ります。洗車台の元取れますように。このチャンネルではこんな感じで今後もガジェットと生活改善情報を発信していくので、この動画が良かったなと思ってもらえればグッドボタンとあとチャンネル登録をお願いします。で、ガジェマガっていうブログも運営をしていて、こちらも2日に1回の確実更新でガジェットと生活改善情報を発信しているので、こちらもチェックしていただけるとありがたいです。長らくご視聴いただきありがとうございました。それではまたお会いしましょう。バイバイ。